はい、こんにちは。トレーナーの竹部です。今日はですね、滑り症と、脊柱管狭窄症でね、そこからの痛みとか、痺れとかで悩んでいる方に対して、ストレッチとエクササイズの方を、通しでね、やっていきたいと思います。以前の動画で、解説しながらですね、ストレッチ編、エクササイズ編ってやったんですけども、今回は解説なしでですね、通しでやりたいと思います。できればですね、1日2回、朝と晩というような形で、一緒にですね、ストレッチからエクササイズ最後までですね、この動画を使って、一緒に通してやっていただければと思います。ぜひね、活用してください。それでは早速、行ってみましょう。はい、ではですね、早速、まずストレッチの方からやっていきたいと思いますので、このタオルですね、タオルを筒状にしてもらって、前確認しましたね。仙骨のところに乗せてもらいますね。仰向けで寝転がって30秒いきましょう。息は止めずにゆっくり呼吸しながら。前回も言いましたが、ベッドではなくて、床が硬いね、フロアとかにね、してくださいね。さあ、ではちょっとね、後ろに行きがちな、仙骨の部分をこのタオルで前の方にね、押しましたので、ここからストレッチに入っていきたいと思います。タオル抜いてもらって、右膝抱えていきましょう。そしたら左膝上がってこないように、左膝ですね、しっかりぎゅーっと伸ばしてもらって、腸腰筋ですね、ストレッチいきます。だいたい15秒ぐらいをね、2回繰り返します。はい、では足変えていきますね。左足、膝抱えていきます。右足は逆に地面から離れないようにぎゅーっと伸ばしておきますね。腸腰筋伸びてきます。もう一回ずついきますので、また右に変えてもらって、右膝を引き寄せていきます。ですね。膝引き寄せるのが痛い方は太ももでも構いません。反対いきますね。これやってるだけでね、腰に痛みとかしびれ出る方は、横向きで、やるのもありましたね。横向きも試してみてください。こんな感じで一旦終わります。次は太ももの前ですね、だいたい四頭筋伸ばしていきたいと思いますので、右膝曲げてもらって、腰丸くしますね。丸くした状態で後ろに倒していって、しっかりと右のこの前伸びるとこまで行ってください。ゆっくり呼吸しながら15秒を2回ね、繰り返していきます。そうそうそう、腰は丸くですね、反ったらしびれ痛み出ますんでね、丸いまま反対いきましょう。しっかり丸くして、もうおへそ見るようなイメージで後ろに倒していって、太ももの前伸ばします。次、左太ももですね。ですね、背中の部分が、腰背中の部分しっかり丸くです。もう一回ずつやっていきたいと思います。足変えて、右、背中丸くして、後ろ行きます。
そのまま反対いきますね。ストレッチ最後です。腰丸くして後ろ倒します。腰を丸めてね、腹筋縮めてますので、太ももの前伸びると同時に腹筋もしんどいなという方もね、まれにいらっしゃいます。ここはしんどくてもね大丈夫です。しっかりね丸くできている証拠になります。はい、 OK です。じゃあストレッチは以上ですね。上向きに転がってもらってエクササイズの方に入っていきます。つま先ですね、上に向けてもらいますね。そこから外に足の付け根から開いてもらってお尻キュッと締めます。30回いきましょう。1 2 3 4 5 6 7 8、キュッと締める。10、キュッと締めるです。12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30。一回止めますね。さあ2セットいきますんでね、もう一回いきます。つま先上から、せーの、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4、付け根から6 7 8 9 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30。 OK です。しっかり使った感じ出てますかね。よし、さあ大丈夫ですかね。ちょっと休憩して、よし、さあそれではまた上向きに戻りますね。膝立てておいてもらって骨盤を前傾後傾させますね。最初少し背中の間に隙間があると思うんですが、それをしっかり埋めて骨盤後傾、戻して埋めて骨盤後傾ですね。反るのはね思いっきりやらなくて大丈夫ですので、自然なところから骨盤をね後ろに倒すという意識でいきましょう。はい、ではいきますね。後ろに倒して背中の隙間をしっかり埋めて、戻す、埋めます。2ですね。尾底骨が少し浮くようなイメージです。尾底骨浮いて3、仙骨部分も浮きますね。4 5、お腹はしっかり締まっているイメージ。6、ここから7ですね。8 9 10、一回止めますね。もう一回行きたいと思います。はい、行きましょう。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。 OK、 いいですね。さあでは最後ですね、四つ這いの姿勢になりますね。
よし。では、四つ這いになって、骨盤の形はさっきと同じように後傾させていきますね。しっかり背骨全体が丸くなるように、できるだけ目いっぱい丸くしますね。その状態キープしたまま、お尻をかかとに少し近づけます。背中のカーブが変わらないようにお尻後ろに。少しでいいですからね。3、4、両手は地面しっかり強く押して5、しっかり丸みを作ります。6、7、8、9、10。 OK、 一旦リラックスして、もう一回ねラストいきますんでね、しっかりと肩の真下に両手、股関節の真下に膝がね来るようにしてください。これが狭すぎたり遠すぎたりしないようにお願いします。ではラストいきましょう。しっかり丸くなって、お尻かかとに少し近づけます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、いいですね。どうですか、ストレッチからエクササイズまでですね、通しでね2セットずつですねやってみました。これをね朝晩繰り返してもらいますので、今朝やった方はまた今日の夜にお会いしましょう。今からもう寝るという方はまた明日の朝お会いしましょう。ということで、また次回お会いしましょう。バイバイ。お疲れ様でした。